じゃあこんにちは。さあ阪神ファン、そして岡田監督ファンの皆さん、お待たせしました、はい、今年も始まりました岡田監督の一問一答。お、試合は始まってないですし、はい、2月のキャンプはまだなんですが、はい、先日行われた12球団監督会議を終えての記者からの一問一答がありまして、まあ独壇場だろうなもうみんな記者、まあ、最年長だしね。そうですよね、監督としてね、で優勝もしてるし。そうですよ、うん、もうこんなもんなほらほうよで、ほらほうよ。一番記者さんもね、岡田監督のところに行ってどんな内容を話されたのかっていうのを聞きたいと思うんですけれども、うん、まずは、はい、これ今記事にもなってるんですけれども、審判への挨拶、その試合が始まるとまず第一打席バッターボックス入るときに必ず審判に挨拶します。塁上に出るとその塁上でも各審判に帽子取って挨拶をする選手までいると、なんでそんなことするのっていうふうに岡田監督まず提起しました。今に始まったことじゃないけどね。だから岡田監督の時はなかったそうなんですよ。いや俺の時あったよ。あ、もうあったんですか1年しか変わらないけど。え、それバッターボックスで、あ、お願いしますっていうのはあったよ。で、ファーストまず出たら、それはね、2打席目からしないよ、そんなこと。はい、まあ1番バッターだったから時間があったから、うん、挨拶したのかも分かんないけど、うん、だからでも塁上行ったら挨拶してたよ。それセカンドベース行ってもセカンドの塁審そこら辺たら、うん、まあそれはその前に守備ついたりとかしてたら、うん、今日は頼むね、300盗塁かかってるからってそういうやっぱ、ね、そういうことなんだ、まあ、そうとか印象良くするためそこからアウトにされたけどね、政府は。あ、そうそう言ってましたもんね。 それは何ですか、これはいつから、別にルールに決まってないんですけど、いつから。まあでもね、長年やってると顔見知りにもなるじゃん審判とそしたらさ、試合始まりました、無視はないよね、なんかなんかすごい違和感なんですけど、まあ、でも仰々しい挨拶は、うん、まあそんなにいらないと思う。その帽子取ってまで、帽子取ってまでいらない、お願いしますって、うん、みたいな、こんにちはって、うん、このぐらいはね。それ何の挨拶ですか。でもまあ、何の挨拶審判に。いや、それはもう初めて会うから、ね、今日いや、だって森口さ、今日初めて会ってさ、まあまあ、お疲れ様です、おはようございますみたいな言うでしょ、まあ、そういう感覚だよそのなんかだから同じ、まあ、プレイヤーでもあるし審判も同じ仲間だという括りの中で無視するかいや、でも試合始まってる中でサッカーとかってどうなんですか。いや、最初に握手するじゃん。最初のそこで完結してるって。いや、それはもちろんそうよ。ボール蹴るためにこっちだって言わないだろう。やらないけど、うん、ピッチ入っていくときに、まあ、まあだから仰々しいのが目につくんだろうな、うんうん、そうなんでしょうね、うん、でそれってだから見てると、あ、なんかの時によくしてくださいねとか、印象を良くするために挨拶してるのかも、まあ、まあそれもそういう中にはいるよね、うん、でも挨拶しないやつに、うん、ね、印象よくは持たれない、うん、やっぱそうなのか。いや、そりゃそうでしょ。でも、まあ、審判の方だから平等には取るとは思うけども、でも気は心でこいつ挨拶をすんなみたいな。だって平子さんにさ、平子さんという審判がいて、はい、屋敷がね、うん、あ、平子さんってあ有名な方ですよねって言っただけでストライクがボールになったっていうような話もあるぐらいやっぱそうなんだ。いや、さ、あるぐらいやから、あるぐらいやから、気は心だよ、ね、ただ行々しいのは別に。だから屋敷は何の裏も何もなくやっぱ主審平子っていうのはなんかこう有名な人だったんだよ、はい、ね、うん、だ、平子さんってあの有名な平子さんなんですねって言っただけで気をよくしたんでしょうね。ちょっと違ったぞみたいないや、やっぱそういう気は心で人間がやるからね、うん、その試合始まる前は審判に会えないですもんね。接触ない、会っちゃダメなんですもんね。そうなると、じゃあちょっと軽く会釈とかする程度でわざわざ深く帽子取ったら、いや、それはいらない、それはいらない、うん、それはいらない、それはいらないってことですね。あと、岡田監督、これは多分言ってないと思うんですけど、あの塁上とかで敵味方選手が例えば談笑したりとかこう言った時にこう挨拶、先輩に後輩が挨拶とか、キャッチャーに挨拶とか、キャッチャーがこっちに挨拶とか、それどうなんですか。いや、お前、小檜山っていう選手がいてさ、はい、昔太陽で、うん、吉野部が入ってきたんだよ、はい、吉野部やったか大森やったかな、うん、慶応の挨拶してたよ、マウンド上でおいおいおいって今勝負すんのに何挨拶してんだあいつみたいな。そうなりますよねな、まあそれはなる、うん、なるけども、うん、そんな仰々しくは良くないよな。そうですよね。そらさ、牧がセカンド守ってて森下がセカンド行きました、はい、森下が無視できるか中央大学で、ね、あ、そうか、このぐらいはするでしょ、こんちゃって、うん、さ、帽子は取らないにしてもさ、
張あってぐらいはするでしょう。するか、いやもう勝負としてもう挨拶なしだったらなしでも別に構わないよ、うん、そんなことは、はい、ね、まあ、星野さんが言ったよな昔。そうですね、昔宇野の態度が明らかに違うんだよ、うん、うやーんとか言ってたら同級生だからね、うん、うやーんとか言ったらもう無視だよ、勘弁、どうしたとか言って、うん、お前何無視してんだよって言ったらなんか合図してる。そしたらこうやって周り見渡して監督がいないと思ったらダメなんだ挨拶したらって怒られるんだよ、星野監督に。みたいな、うん、でも本来の姿はそうだよね。本来はまあまあそうなんでしょうね。たださ、今はもう WBC とかね、うん、いろんなところで全日本とか、はい、まあ、オールスターだとか、はい、まあ、みんながこう集結したりだとか、うん、まあ、いろいろするケースも多いから、うん、それはなかなか無視を続けるっていうのは、うん、嫌われ者になるよ。まあ逆にそうなっちゃいますね。まあそうだね。なんか行き過ぎたのとか、まあ、行き過ぎるのは良くない。良くないってことなんでしょうね。あとはその去年コミッショナーから DH などの問題提起あったけど今年はどうだったんですかというふうに記者が問いたところ、まあ、それは全然なかった DH とか、まあ、まあ原監督が言ってたからね。そうですよね、うん、そうですよね。あとやっぱりそのスピードアップ、はい、コミッショナーからは一番はスピードアップっていう言葉なんじゃないかというところで、やっぱそれ一番ピッチクロックというかなと。時間制限もやったけど、うん、今年の場合は2軍はピッチクロックをセッティングしているみたいだけど1軍はまだそこまで進んではないということで、今シーズンは1軍ではピッチクロックは、まあ、まだこれはね、昨年だっけメジャーが導入したのは、ね、はい、これはね慣れなきゃ無理だって言ってたよ。もうキャンプの時からですよね、うん、もうねそういう意識で機械に計らしてやらないと急に導入したら野球にならなくなるって言ってた。あ、そうなんですね、やっぱその体内時間と思ってるじゃない、はい、それが長い人もいれば短い人もいて、短い人だったらいいんだけど、うん、長い人だったら、うん、ほらとてもじゃないけど入らないよ時間に。20秒だろ、30秒だったり20秒だったり、その時の状態によってもまたあの、うん、状況によっても変わる。だから西武の増田っていうのが俺は抱えたら一番長いと思ってるんだけど、うん、いやこれはね絶対全部ボールになる。そうか、だからそうかそうか、うん、いやだからこれはねやっぱファームで導入するって言ってるけど、うん、早くどっかで慣らした方がいいと思うな。そうですよね、うん、あとクイック気味にショートアーム気味に投げられるピッチャーともう振りかぶっていく、まあ、それはいいんだよ。それはそれはね大した時間の差はならない、はい、サインだ、ただサインを交換していかにすぐいけるかって、サイン見るまでマウンド一周してくる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 目回らんかなと思うぐらい回ってきて、うん、サイン見て首振って、サイン見て首振って、うん、足外して、老人取って、もう一回なんて言ってたら、もうね、これはね、見てる方もげんなりする。そうですよね。うん、いやだからその、ね、つけて、もうサインがすぐ分かるようにっていう風にしたりしないと、日本人と外国人ピッチャーでもまたね、分かんなかったりしたら、だからタイムが増えるかも。あ、これは長くなった。逆に長くちょっと紐が逆に長くなりますよね。時間可能性もある。まあでもそれを何回か繰り返すと、はい、まあ、ボールになるとかね、うん。まあそういうことをしとかないとね。そうですよね。うん、で打席に入るのをなるべく急ぐことになることになるんじゃないですかと聞いたところ、岡田監督、まあ、それは30秒とかな、まあ、言っとったけど、前のバッターがアウトになってからな。でも今投手局とかあるやんと。そう。投手局確かにあるんですよ。曲が鳴り終わるまで打席に入らないやついるから聞き惚れてんのかどうか知らないけど、なんかまあ聞かせなきゃいけないのか分かんないですけど、ね、あれもねいらないんじゃないかと思うよ。ああ選手たちの登場曲、うん、使っていいのは中日に行った川越だけだな。どういうことですか。声援とか流れる。あ、そうだそうだそうだ、声援ね。その曲だけで爆笑できるというかさ、なんか期待があったって、ね、え、誰みたいな、誰が入ってない、そうそうそう。だから、まあ、ああいうんだったらいいけど、ぷって笑えるようなやつだったらね、うん、まあ、だけど、いらないと思うよね。もう登場曲ももしかすると、いらないっていうふうになってくる可能性もあるのかと。でも、我々の時からのエレクトーンで、登場曲っていうのは弾いてくれてたけど、うん、まあ、そうだな、まあ、そんなにいるものかっていうと、いらないよね。あと時間短縮できるいらないものって言うと、
まあ、岡田監督がそれで炎上しちゃいましたけど、あの DeNA 戦終わった、いやまあまあそうかもわからんけど、はい、いやチアガールがいるかっていうことで、うん、グラウンド走り回って、まあそこですよね、もうひどいぞお前、こうやってニコニコしてこうやって走ってきて、かわいいです、裏入った途端で、ね、って言ってるからな、確かにそうなんですよ、いやだから球団側はね、いや違う違う、グラウンド入れる必要ないと思うんだよ、スタンドでやってくれっていう、試合やってる中で、いや試合やってる中では動かない、うん、でもイニングチェンジの時なんかはなんかサービスで舞台みたいなのがあって、 あれね、今人工芝だからいいけど、うん、まあ甲子園なんかグラウンドに入れないよね、はい、土のグラウンドだから、うん、土のグラウンドだったら大変なことになるから、うん、めっちゃガタガタ、内野手なんかめちゃくちゃ怒るよお前、そうですよ、ね、お前何をお前ガタガタにしてんだよみたいな、はい、怒るけど、まあ、チアがあるが、うん、俺はあまり必要ないと思うんだよね、もし本当にスピードアップスピードアップって言うんだったらっていうところ、いやだけどいるんだったら、うん、まあ例えば5回の時間がたくさんある時とかね、整備の時とか、まあ試合前試合後ぐらいでいいんじゃないのかなって、グラウンドはね、そうですね、それ以外はやっぱスタンドに上がってた方がいいよね、うん、じゃあクルリンパもそうなってくるんで、あれは5回だから、だから OK か、5回だからイニングの時間が長いからね、うん、まだいいけども、昔なんかさ、うん、DeNA になった当初だよ、はい、スターマンっているんだよ、あ、いますよね、あれがさ、企画がお前足が動かないんだよもう本当こう牛歩もいいとかなんだよホームランを打ったらそれがなんか持っていくんだよ、はいはいはい、で回ってくるのに追いつかないほんで取って、うん、また開けるのほんでハイタッチした帰ってこれないんだよかわいそうあれそれだな、長さ怒っちゃってさ、うん、なんだあいつは足が短いと動けねえじゃねえかみたいなそれ形状ミスですね、マスコットって、ね、いやそうそう、まあすぐ変えたけどね、分かったんですね、やっぱりね、うん、いやだけどそういうことがいるのかなっていう、うんうん、まあマスコットはいてもいいと思うけども、もちろん、はい、それはなんかスタンドを回ったりとか、うん、いろいろしてくれたらいいと思うしね、そうですね、その選手側とかに30秒ルールとかビッチクロックっていうのをつけるんであれば、そっち側も何か考慮してスタンドでやるとか、そういう、まあそれを楽しみにして来られるファンっていうのがね、うん、ちょっとね嫌なこと言ってるかもわからないけども、うん、でもそうやって時間短縮にするんであれば、うん、本当に攻守交代も早くして、うん、やった方がいいのかなっていうような感じがするけどね、そうですね、うん、あとはリクエストは選手が負傷した時には時間の猶予をというふうに新井監督が提案していたんですが、どうですかというふうに岡田監督に聞いたところ、そうそうそう、オーンと、だから去年もあったみたいやな、オーンということで、選手たちの安全がもちろん、うん、接触した時一番大事だろうしっていうことで、その負傷した時にはやっぱ時間猶予をっていうところを、まあそりゃそうだろういきなりお前血だらけないとあんまりいけはいけみたいな、いけないでしょ、時間ダメみたいなのはできない、それは無理だよ、それリクエストっていうのはそれすらもなんかあれだったんですかね、もしかすると短縮のあれに入れようとしてた、まあでもさ、リクエストが出る、うん、ね、いろんなことがあったら、うん、それは時間短縮なんかならないよね、そうですよね、もう審判が言う通りみたいな感じで進めていかないと、だから去年リクエストの時も岡田監督行った時もね、もう時間ですよ、もう時間ですよっていうのも、あれはちょっと抗議なのか確認なのかあれだったんですけど、ね、まあ確認だよね、うん、まあ、あれでルールが変わっちゃったからね、そうですよね、すぐ変わりましたから、そうそう、変わることはできるんですもんね、だから抗議なんだよあ、やっぱり確認じゃなかったから、我々の時代から時間短縮時間短縮って言われて、まだ言われるんだな、何十年経った、 もう、もう7回にしちゃったどうや、結局そうなんですよ、いや俺はそう思うよ、うん、まあ、結局7回でスピードアップ、うん、これはねスピードアップするよ、そうですよね、そりゃピッチャーってバンバン行くもん初回から、いやそうですよ、先発もね5回までとか4回まででいいと思えば、もう本当にそうよ、うん、もう4回まででいいよ、うん、ですよね、あと3イニングピッチャー変えていけん、もうものすごい短縮ですよ、短縮打てないよお前より打てないからそうですよね、パン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 いって、うん、そうですよ、だから本当に時間短縮だったら7回だあとは例えば引き分けとか延長とか延長タイブレークとか、もうそのいきなりタイブレークだよ、そうですよね、もう10回からっていう、うん、もうそれで やった方がいいと思うけど、ね、ですよね、うん、まあ7回はね、まあ、非常に奇抜だし、うん、まあ、今までの記録がどうなるんだって、うん、まあ、いろんな問題が出てくるよ、うん、じゃあ2000本はどうするんだとか、あ、ね、まあ、そういうこともいろいろ言われると思うけども、うん、
っぱ何かをこう変えていかないとさ、うん、まあ、改善はされないな。ですよね。だって長くなることを導入してて短くしようみたいな言ってんだから、ちょっとなんかね矛盾してますもん、ね、いやそうよ、だから本当に短くしたいんであれば、うん、そのリクエストもリクエスト班がいて、うん、はい、ね、今の政府アウトってすぐ判断してメジャーみたいに、はい、政府って、うん、いちいち全員が引っ込んでさ、また全員が出てくる。そうですそうです。そういうことしない方がいいよね。そうですよね、うん、そもそもがそれよりは金がかかる。金かけたらいいじゃないですか。お金いっぱいあるから、 だからしょうがないんだよ。そこは検討するんですね、やっぱお金かかることは、まあ、でもあまりにも本当に短くしてしまって試合が面白くなくなるのはファンとしてはちょっと嫌だ、まあ、簡素になるのは嫌だな。嫌ですね、そこは駆け引きとか、まあ、それとやっぱ島国で武道の国じゃない、うん、はい、ね、まあ言えば1対1とか、うん、ね、構えたまま動かないとかさ、うんうんうん、ね、あの性というのを大事にしますから、ね、隙がないみたいな、うん、こういうこと言うとジジ黙るって書かれるんだ。いや、いや、あの日本で言うとわびさびで性というものも道の一部ですからね。まあまあそうだな、うん、いやだから相撲なんか立ち上がるまで、うん、そう永遠に仕切りをしてていいんだもんな。いや、そうなんですよ、仕切り直してずっと、うん、そう。いやだから短い方が、まあ、時代的には合ってるけども、うんうん、駆け引きっていう面では、うん、その時間を楽しむっていうこともあるよね。そうなんですよ。だからなかなか難しい問題でさ、はい、短くはなかなかならんよ。ならないですよね。だって、うん、あの盗塁の帰塁でさえ 3,4 回やったらそれってもうものすごい時間ってこと考えたら、いやだからメジャーも完全に方式にすればいいんだよ、うん、ピッチクロック使って、うん、牽制は3回までって、うんうんうん、あ、3回投げちゃった。でも4回走れるよ、走られるみたいな。もうそうですよね。本当本当に。もう本当にしたいんだったら、それが一番手っ取り早い方法だ。確かに徹底的にそうですよね、やるって。それがもう究極に短くなりたいんだったら何回、うん。そうですね。メジャーも7回、日本も7回、全部7回。世界基準。そうですよね。それがそう なるとね、面白いけどね。うん、そうですね。はい、まあね、どこまでがねルールに当てはまるのか、ちょっとあの楽しみというか今後も注目していきたいですね。はい。